まあそもそもの疑問なんだけどさ、リュウホちゃんさ、まあ、ちょっと前の動画でさ、まあ、4、5日前ぐらいかな、あの翌二が上げてた動画でさ、まあ、航空の科学はなんか講演会とかでマスクを配布してますみたいな動画上げてたけどさ、でそれってさ、そもそも矛盾してると思うんだよね。なんでかっていうとさ、あれでしょ、リュウホちゃんは新興ワクチンでウイルス殺せるんでしょ。ウイルス殺せるんだったらさ、マスク配る必要ないよね。しかも講演会会場ってことはリュウホちゃんがその場に来てるってことでしょ。ねえ、リュウホちゃんがさすぐ近くにいるのに、ねえ、思考神全知全能の神エルカンターレがすぐそばにいるのにさ、そこでワクチンを殺せないなんて、そんなことあるのかな。ねえ、どうなの。ねえ、リュウホちゃんどうなの。いや、その辺詳しく知りたいんだけどさ、っていうかあれだよね、ワクチンってさ、まあ普通にこれ調べたら出てくるんだけど、感染症の予防に用いる医薬品のことだよね。え、何、幸福の科学の何、信者になると何、それ何、医薬品を取得したことになるの。全然ちょっと日本語がよく分かんないんだけどさ、で病原体から、作られた、抗体、抗原を投与することによって体内に病原体に対する抗体、産生を促し、感染症に対する免疫を獲得すると、うん、ワクチンってそういうことだよね。え、何かそれさ、医学的な根拠があるの。ね、航空の科学の信者になったからってさ、ワクチンを防げるって医学的根拠はあるんですか、リュウホちゃん。教えてほしい。僕わからないから教えてほしいんだけど。ね、リュウホちゃん。ね、それさ、できないってさ、認めてるからさ、講演会の会場にマスク置いてんじゃないの、リュウホちゃん。そこんとこどうなの。質問、答え、教えてください。